もうダメだ。恐るべきパワなるほど。確かに素晴らしいパワーだ。私を十分に超えている。だが、それでは私には勝てない。絶対にな。僕をスーパーサイヤ人にする。楽しんだ。お父さん、ここのところ毎日ずっと
のやつとも同じことだ。のパワーアップしたはずなのに。父さんもこの変身ができたんだ。だがあえてしなかった俺は。なんて間抜けだったんだ。やることは一つだ。セルをぶち殺す。お前。うるさい。では武道大会を開いてやる。武道大会。10日後に開こう。大サービスだ。セルはどうした？勝てない。勝てなかった。当然だ。貴様ごときにあの完全体となったセルを倒せるわけがないだろう。そんなこと言ったのか。畜生。俺たちを使って遊んでやがる。俺悟空さんが出てきたらもう一度精神と時の部屋で修行してみるつもりです。必ず役に立ってみせる。ふざけるな。貴様もドクターゲルの人造人間じゃないか。やっぱり違うんだよ、次元そのものが。それにさ、今は強い仲間が一人でも欲しい時だろ。すまない。ごはんちゃんはもう戦いなんかさせねえだ。ごはんが生まれた時、悟空さんも賛成してくれただぞ。さて、ミルクの時間だ。悟空さん、ほらこの子を偉い学者さんにするんだ。え、学者？そうだ。すぐごはんを不良仲間に引き込もうとして。不良だって？ひどい。恩返し武道大会より少し広くするか。